吉田さん、風邪ひきましたか？健康ってやっぱ財産ですよね。健康だからこそ、風邪をひいた時のために前倒しでやっておける。だから風邪をひいてもダメージは最小限に抑えられますけども、でもいつでも動ける健康がいいじゃないですか。まあ今回の話題はね、水面下でやってますってことなんですけども、確かに水面下でやってますって聞きますけども、そういうことを言ってる人に限って最後まで水面下なんですよね。一回も潜望鏡すら出てこないというね、そのまんま終わっていくということです。私ね、長い間野球部にいたんですけども、レギュラー発表の際に私はいつも入れなかったんですよ。で、監督がね、担任の顧問の先生が言うんですよ。久保、お前はな、うちのチームの秘密兵器だ、分かったかって言うんですよね。で、私はね、すごく喜んで、お、俺そんなに見込まれてたんだなと、よしって言って、俺秘密兵器だからねみたいな感じでちょっと鼻の穴を膨らましてたんですよ。結局卒業まで秘密兵器のままでした。私は乗せられていたんでしょうか。そんな人生もう嫌だ。秘密兵器は一生秘密兵器、水面下はずっと水面下、なんだそりゃ。いってらっしゃい。